こんにちは。昨日、はい、同じ動画を撮ったのですが風が強すぎてもう一度撮り直し、岩崎です。どうもいや、もう風がさ、すごいうるさくてね、もう全然ダメで、今日もあちゃこちゃで工事してるんでちょっとうるさいですけど、まあ、昨日と比べて全然天候が穏やかなんで、はい、もう一度撮り直します。噛んじゃった、はい、お願いします、はい、で今日はですね、はい、ムカゴで種芋を作ろうです、はい。今日のお話の内容はですね、まず、見るな、カンペを見るなママ1番、ムカゴとは、はい、はい、2番、ムカゴの植え付け、はい、3番は今後の栽培スケジュールです。はい、お願いします、はい。まずムカゴとはですね、おい、ムカゴとはちっちゃいのがこれです。このウサギのうんこみたいなやつです。ほらでも本当にそんな感じなんじゃほらダブルボケやないかで、これは自然薯のつるに、うん、できる肉芽っていうもので、ほうほう、葉っぱの枝の脇にできるんですけど、うん、栄養の塊です。で成分は自然薯の芋の成分と一緒で、うん、でここから芽が出るんですね。ほうほうほう。でここから芽が出るんで、これを、栽培すると自然薯の種芋ができると。種芋を作る、うん、まあ、1センチから2センチぐらいの太さの長さ30センチぐらいの芋ができます、うんうん、でそれを作って、来年植え付けるってことなんですけども、うん、それは食べられへんの？どれ？そのムカゴからできた自然薯は、ムカゴからできた自然薯食べようもたら食べれるけど細いよ。まあやっぱり唐揚げとかしたら食べれるんですね、うん。で自然薯の繁殖の仕方っていうのは3種類あって、うん、はい、1つ目が種、お、種？種子繁殖。へー、うん、自然薯の夏頃にオスの花とメスの花、オスは上向き、メスは下向きに咲くんですけど、うん、でそのメスの花に薄っぺらい種ができるんですね。それをまず巻くと、ちっちゃな自然薯のつるとちっちゃな芋ができるんですけど、はいはいはい、そういう風に種から繁殖する場合と、次にムカゴ、はい、その種巻いた時からにもムカゴができるんで、そのムカゴからまたこれを巻くと、さっき言ったような種芋ができます。なるほど、はい。で、3つ目が、うん、2つ目がだからムカゴ繁殖 ね、 そうね、うん、で3つ目が種芋、うん、普段やってる種芋繁殖、うん、それはもう普通に種芋を植えると大きな芋ができるっていう、うん、そういう形です。で、今日はこのムカゴで種芋を作ります、はい、では早速やってみましょうか、はい、よいしょ、お願いします。まずですね、はい、ここね、この中に60センチの短い、うん、波板が入ってます。あ、もう入ってんのね、うん、入ってる入ってる。で、土作りとしては、はい、肥料はあげません、うん、あ、ないの、うん、っていうのはね、自然薯はムカゴで作る芋はちょっと弱いのね、うん、あ、弱いんだ、うん、だから肥料で焼けちゃうのよ、うんうん、で、ツルもね、ムカゴから作ると、うん、ツルもちょっと弱々しいというか、ひろついんだ、うん、虫にも食べられやすいし、病気にもかかりやすかったね、去年見てたら。か弱い乙女やな、うん、だからか、そうそうそう、か弱い乙女、か弱い乙女なのよ言えてないがなで、あと消毒も、うん、だから本当は消毒した方がいいんでしょうけど、土に、うん、うん、まあここ1年目だから、うん、消毒何もしてません、はい、うん、だからただ持っただけ、ただ持っただけですはい、ということで、はい、やってみます。はーい、こうね、土つけて、うん、だいたいこのね、この支柱から支柱の間が2メーターで、うん、何個ぐらい植えれるのかな、ねえ、よいしょ、自然薯を2握り分ぐらい植えれると思います。お、自然薯、自然薯っていうかムカゴ、うん、よいしょ、で、はいはい、この中によいしょ、あった、これね、うん、ほら波板があるんですよ、ほい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 、あるね、うん、結構土乗ってんね、乗ってる乗ってる、いいね、乗ってる乗ってる相変わらずはバカっぽいね、で、はい、形がね、ちょっとね、ちょっとなんか、うん、ボコボコです、ピーナッツみたい、うん、本当は綺麗なやつを植えたらいいんでしょうけど、うん、綺麗なやつは
売れちゃうんですよ、さっさと、食用で。だからちょっと形の悪いのばっかり残ってるんで、それを植えてしまってます。あ、ボコってなってるとこね。うん、うん、で、大きさ的には、うん、あんまり大きいのとかちっちゃいのとか関係ないみたいなんですけど。あ、関係ない、うん、うん、まあちっちゃいのはやっぱりちょっとやめとこうかなと、はい、思って植えてます。で、あの植える位置はね、うん、波板のデコとボコがあるでしょ、うん、こう波打って、うん、そのデコじゃなくてボコの方にへこんでる方に植えます。はい、これムカゴ消毒してあんの？ムカゴは何もしてますね。あ、しなくていいの？いや、本当はした方がいいんじゃないかなと思うけど、まあムカゴね、結構ね、根が出るの早いのよ。あ、そうなんだ、うん、多分ね、こうやって今頃植えてるけど一番早く根出るよ。へえ。一番早く根が出て、一番早くこう大きくなって、うん、一番早く牛に食われるね。こんな感じで、だいたい50個ぐらいですね。50個ぐらい、うん、まあ、5、60個でとこじゃない？ねね、うん、で、こう土乗せて、乗せて、よいしょ。頑張って大きくなってね、うん、いいね。よっしゃ、完成？そうね、お、よいしょ。5月中にもうゴールデンウィーク明けぐらいには出るんじゃないかね。早い。これ早いよ。ねえ、早い。うん。3番の栽培スケジュールですね。はい、今後のスケジュールとしては、はい、5月明けぐらいに芽が出て、うん、で、まあ、7月ぐらいにも結構ガーなってると思う。で、8月、もう7月でももう早ければちょっと、うん、オスの花がついて、メスの花がついて。で、早いやつは8月ぐらいからちっちゃいムカゴができだして、だいたいムカゴは9月、10月ぐらいがピークやけど、はいはいはい、ムカゴができて、うん、で、9月になったら下の芋も太り出して、うん、結構な、あの、長くなるんですけど、うん、まあ、このね、ムカゴは案外ね、うまくいかないやつも多いのよ。ちっちゃい芋にしかならないやつが、ね、はい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 、あるんで、うん、で、ここ肥料入れてないでしょ、うん、だから、あの、両面散布、両面散布、うん、葉っぱにね、葉っぱにカリウムとかさ、そういうのをかけようかなとは思ってます。それが8月頃に。ああ、なるほど。なもう化成肥料はやらないのね。うん。で、一応ね、消毒もね、うん、虫がついたらトレボンとか、うん、病気が出たら、まあ、病気が出る前に、梅の前にザコニールとか、うん、そういうのは巻く可能性があるというか、多分巻きます。おお、なるほど。うん、で、芋自体はもう11月にはできてるんですよ。うん、で、まあ、12月に入った葉っぱも枯れちゃうんですけど、うん、その頃には、ちゃんとした種、あの普通の自然薯を一生懸命掘ってるんで、ね、うん、ここは2月まで掘っときます。あ、置いとくんだ、置いといていけるんだ。来年の2月まで掘っといて、来年の2月に1回掘り出して、うん、で、また消毒して、うん、で、本当の種芋として。なるほど。ちなみに隣の畝は、あの今年作った種芋を、うん、そのムカゴから作った種芋を植えてます。おー、その向こうからは普通の切り芋を植えてるんですね。なるほど、うん、まあ、そういう形でですね。すごいな。うん、自然薯のなんか生え方が比べれるね。生え方が比べれるね。そうそうそう、面白いね、うん、まあいろ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 なんかいろいろやりたい感じやからねいろいろやってます、はい、まあ、だから、ムカゴからの種芋作りはこんな感じでやります、はい、ということで今日はそんな感じでよろしいでしょうかね。はい、大丈夫です。はい、それでは、今日は終わりです。はい